い、どうもナビチャンネルのたけちゃんです。はい、本日ね、はい、こちら金ちゃん、はい、金ちゃん、今日すごい車来ちゃったな。すごすぎます。え、はい、な、隣にこの変態親父もいて。変態さん、はい、どうもどうも、ね、金ちゃん、はい、すごい車来たな。はい、はい、どうもお客様でございます。金ちゃんのいつもありがとう、視聴者の方でございます。あいよあいよ、来た瞬間あいよってやっちゃうな。あいよ、なんと今回金ちゃん見かけるのは新型のレクサスでございます。てってれー、やーばかっけーな。こうふみおさん、こうふみおさん、はぁ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 してもんな。しかも、ふみおさん、なに、生意気にお土産もらってハンドキえ、ふみおさん来るって聞いたからってわざわざ持ってきてくれよ。視聴者のね、あのね、お土産持ってきてもらいましたよね。 ありがとうございます。ありがとうございます。あの、けんちゃんけんちゃんさん、あぁ、さだかば来た。さつま揚げは、あべちゃんに。あ、はい、どうぞ。おー、高級じゃない、これ。あらららら。あ、早速、今晩の晩酌に。はい、今晩の晩酌に頂きましたけどね。あれ、ケチャ、緊張するな。緊張する、こんな。え、ね、お仕事入って。ここにだって、これ、踏み物が行くって書いてあるもん。踏み物です。違う。え、切られるんだよ。あ、切られるか。これ、今回、新型っすよね。新型っすね。はぁ、納車間もない。間もない。いやー、金ちゃん、金ちゃんコーティングよろしくお願いします。緊張しますね。じゃあ、あの宇治で預かるんで、金ちゃんに綺麗にやってもらいます。緊張すんな。はい、じゃあすいません、お土産までいただいて。何とぞ。じゃあ、あの気合い入れてコーティングさせますから。はい、じゃあとりあえずあのそこの中で入れて入ったな。はい、じゃあまた会いましょう。はい、バイバイ。バイバイ、早いな。はいよ。じゃあね、はい、こちらのね、レクサスの方のね、台車の方が到着しましたね。うん、いやー、すみません、ケンちゃんの台車がこんなんで。おめえ、レクサスの台車がよ、新型のこれだろうな、おめえ。え、おめえ、レクサスから比べたらこれ豪華飛びで飲んだぞ、おめえ。豪華飛び、一日だけかまわず。ケンちゃんのエッセスーパーか、スーパーか。すいません、けど、あの、2、3日これで我慢してください。あと、ピースに売っていいですか。あ、いいですか。あの、高価買取り買いとったら。邪魔せんやと思うよ。あと、電車で帰ります。とりあえず気をつけて帰ってください。はい、じゃあ、お預りします。はい、どうも。いや、明日のお気味じゃん、もう。できてるぞ、ほんで。あ、電話しますから。あ、わかりました。なんか申し訳ねえな。鍵は中にないっつう。かっこいい。リクセス鍵は中にあります。あ、あるじゃん。すいません。はい、じゃあすいません、どうも、気をつけて。ナイスクラクションだね。はい、はい、はい、どうも。はい、どうも。はいよ。はい、みんなでチェックだから。またね。行きましたね。はい、はい、じゃあ無事にね、台車乗って、あの、お家に帰りました。けんレクサスの台車がエッセってなかなかねえな。なかなかですね。あ、まあ、でもいいお客さんだから、はい、優しい人さ。お土産もらったし、みんなで。ね、お土産ね。よし、じゃあとりあえず洗車して、はい、汚れねえように流してもらう。はい、わかりました。じゃあまた。はい、よー、じゃあね、はい、金ちゃん、いつものように、ね、洗車の方始まりましたね。いや、緊張するな。は？緊張する。あいよー。何それ。あいよー。なんだ、あいよー、なんだ。あいよー、いい車ですね。何？いい車ですね。いや、いい車だけど、おい、なんだ。なんだ。週で終わりか。終わりか。指で入っちゃって。いや、すごいな。あ、すごいっすよ。かっこいいね、もう。新型やっぱかっこいいね。シュッとしてますね。シュッとスタイリッシュでスポーティーでな。はい。おしゃれだよな。なんか乗ってた人も、スーツ着てきたじゃないですか。シャッとしてる人でしたよね。ちゃんとしてた。俺らと違うな。違いますね。俺らみたいに小北に隠してねえもん。なんか綺麗だったもん。スーツ着すげえ似合ってましたもん。なあ、やっぱり。やっぱ俺もスーツ着ねえとな。お前はスーツ着たって言ってから変わんねえ。ひどい。そうです。ひどいんです。はい。はい。金ちゃんはスーツ着たら嘘です、今度。はい、お前、嘘こがでに来てこいよ。はい。なるほど。はい。はいはい、じゃあね、洗車の方終わってね、
金ちゃん、はい、新型レクサスさんの、ね、倉庫に入れます。おい、おらおらい、おれおれ、静かだな。いいな。うら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 、はい、これでシャッターしてもらえます。いいんじゃないかい。すげえな、ナビもでっけえし。ええな、ちょっと開けてみるか。ケンちゃんすげえな、すごい。ちょっと中映しちゃうか、勝手に。やばくね、これ。ちょっと閉めるな、はい、ナビ超でかくね。なんだこれ。なんだこれだな。すげえ、中もかっけえな、赤と黒のよ。これあとドアノブねえのな、うん、ボタンなのな、進化だな、うん、これでドア開けんだべ。そう、プッシュって言ってない。プッシュだ。あ、プッシュでオープンって書いてある、ね、やべえな、かっけえすぎるな。まあ、ケーチ磨き、はい、ちょっと、なかなか中見れなかったんで初めて見ました。はいよ。なあ、とゆっくり見てな。まあ、おめえはケーチ磨き。はいよ。とりあえずはいいよ、じゃねえよ、おめえ。はいはい、じゃねえ。お、金ちゃん、新しい道具買ってきたのこれ。はい、買ってきた。なんだお前、ノズルついてったよね。それで何、水分飛ばしちゃうの。頑張ってやってみろ。あれこれ、あ、いいな、いいね。ここの大家さんがコンプレッサー入れくんねえから。あ、すいません、3500円で買ってきた。買ってきちゃったっすよ、3500円で、はい、じゃあ俺コンプレッサー買ってきたらよ、分割で、分割で、え、分割でどうぞ。ちょうどとりあえずはなんか新しいエアのブロワーで吹いてます。はいはい、じゃあ金ちゃん、ブロワー先終わって今度吹き上げか。いや、まだ終わってます。え、ブロワー終わったで。いや、まだ終わってない。なんで、なんで吹いてんだぞ。先吹いて、先吹いて細かいとこ飛ばして、ん、そっから隙間のところブローして。すげえ綺麗だな。工程が逆でしょね。え、工程が逆だな。あ、まあこんな新しい機械だから早く使いたかったんだね。はい、え、俺に見せびらがしたくて。はい、え、そうです。ほんでコンプレッサーにだって文句言いたくて。はい、え、はい、おめえこの野郎。まあ、なんか磨かなくてもゆっくりきれいだな。でも艶出し台のコンパンズで軽く磨いて、うん、あ、軽く磨いてな。で、うん、コート台塗る。そうだね。でもあの艶出しかけて本当に艶出っからな、ちょっとなんかあのピカピカっとな、はい、しかしかっこいいな。いいな、みなけんちゃん、これな、かがいでんな、本当に。そうだ、これ顔の傷もかっこよくなったな。新型だ、顔も傷もかっこよくなったって。ああ、そうですね。なあ、かっこよくなったと思う。うん、お、分かる。輝く。じゃあ、ここに入ったからな、シャッターの方を閉めて作業しましょう。これ勝手に閉めとくからよ。はい、じゃあまた、いいでた、はい。ビッツだ。あ、まだだ。あよー、じゃあ、キッチャン。はい。マスキングテープ貼り始めたの。はい、貼り始めました。はい、洗車終わった、拭き上げ終わり。はい、終わりです。ああ、じゃあ今度マスキング貼って、磨き。あ、そうです、はい、軽く。いいなぁ、手垢つけんなよ。はい、いいなぁ。あ、その辺もいいんだな、マスキングな。あいつはあのゴムのところが、ゴムのところ危ねえがんな。危ねえっすからね、洗車しか、洗車怖えがんな、はい。まあ、緊張の中戦ってください。え、緊張しながら戦ってください。自分との戦い。はい、佐藤健一。かっこいいナレーションっすね。え、かっこいいナレーションっすね。そうだな、いや、かっこいいっすよね。何 TNC、 何、何だっけ。いや、何、俺かっこいいって、ケンちゃん、自画自賛。はい、意外と自分の顔見えてくるんすよ。そっか、あれ、どっかに行けばいいんですよ。いらっしゃいませ。入れないメンツです。日中は磨いて、うん、夜はナオビーダー注いで、うん、綺麗なお姉さんを見ながら、俺も飲みたい。でも夜は仕事で飲めませんって。うわ、くそ、いいシャフィー、飲めちゃう、あいよヒラヒラしてるやれ。はい、もうちょっと磨き始まります。はい、よー、きっちゃん、はあ、ところでおめえよ、はあ、額縁、はあ、ちょっと持ってみろ。きんちゃんを視聴者さんにもらって額縁、はあ、なんか変じゃね。
何にも裏返してみろ。額縁を裏表逆じゃねえもん。え？おこれ裏面にチェックよめ。こっち見してみろ。こっち表だべよめ。キッちゃん、なんだこれ。あんまり気づかない。違和感でかったか。まあ違和感でかったしもな。額はなこっちじゃなくてな、うん、多分こっち表だと思うと。な、うん。だってこの黒ぽっちゃんの変だもん。ね、ケンちゃんお茶目だな。はい、仕事に戻っていいや。俺間違ってねえよな。タケちゃんも間違ってそうだろ、うん、こっちで正解よ。こっち正解です。おっか、じゃあ視聴者さんのコメント見てみて、うん、額縁はこっちが正解か、うん、こっちが正解、うん、こっちが正解だと思います。ケンちゃんもこっちが正解だ。分かった。じゃあジュース1本かけと。ジュース1本な100円ですね。絶対100円のコーラな。100円のはい、コメント待ってます。はいよー。じゃあね、ケンちゃん磨きの方始まりましたね。あ、本当に新車だからね、磨かなくてもいいぐらい綺麗なんですけど、一応この光沢出しやったね、空にツヤが出るのは間違いはないんですけど、これやってからガラスコーティングのってな。どうだ、綺麗だな。え、だいぶ綺麗だな。まあ納車魔物言ってたもんな。な、どうしたの。え、優しくソフトタッチしておめえ。スルスルなってっぺ。スルスルなってっぺ。まあこんな感じでね、はい、全体的にあの光沢出ししていってると思いますが、はいはい。はいはい、じゃね、今度ケンちゃんね、ボディ関係終わって、今度屋根の、ね、横とか側面、ボンネット終わって屋根だね。あと屋根やって終わりか。屋根やってから。はい。もうせっかくよ、いい高さなのによ、はい、なんでお前ビールケースなんだろ。いや、ちょうどいい高さ。ちょうどいい高さだろ。すいません。あ、ケンちゃんっぽいな。はい。ね、磨きの方はね、もう少々なんでね、はい、頑張っているようです。はいはい。はいよー、じゃあね、ケンちゃん屋根の方磨きよってね、はい、ケンちゃんの方始まりましたね。はい、コンパウンドの仮装落としです。はい。な。はい。おめえ、寒くねえのか。俺寒くて直帰しちゃったぞ、これ。なんか、間近の水あったけんすけど。そんなのか、うん、俺の心と一緒だな。そうですね。なあ。でも頭だけ温かそうだめ、はい、体寒そうだな、はい、まあ、動いてっから温まってっか。脳が温まると体が温かくなる。あ、ほんか。お前いつも脳みそ温かいから大丈夫だな。あ、ほんとか。ほかほかだ、はい、あ、すごい綺麗になったな。え、すごい綺麗になった。もどもど綺麗だけどピカピカになっちゃったかな。やばいっす。ああ、高速で塗ってさらなるツヤを足してもらわないと。そうだな。今からじゃあとりあえずは脱脂して、脱脂、脱脂シャンプーで脱脂して、脱脂して、この後に拭きながら、拭き上げしながらコート剤塗る、はい、以上、終わり、終わり。はい、もう少々なんで頑張ってもらいます。はい、はい、よー。じゃあね、はい、洗車の方終わってね、倉庫の中に車の方入れました。はい、ケンちゃんね、最後の仕上げ、コート剤の塗り込み作業に入っております。ねえ、はい、え、あざをまんべんなく綺麗に塗るだけだな。はい、あ、で、明日の朝になると、な、パキパキになんだべ。はい、あ、もう一息だな。綺麗ですよね。綺麗なんだよな。新車だから余計綺麗なんだ。え、パキパキになって、パキパキになってもらうんで困るんだな、はい、まあ、まめなく塗ってください。はい、前のこの前のさ、前のこのスポイラー、はい、これからどうなんのこれ。もう一応塗って、あとはもう青くてもなあ、一個一個指突っ込んで塗ってくるな、はい、おっと、じゃあそこが多分今日の一番の難関だな。難関だな。最大の難関。最大の難関でございます。はいはい。で、もう少々で終わるんで、とりあえずあの見ながら応援してます。はいはい。はいよー。じゃあね、はい、緊張のね、大体作業も終わりですね。はい。
お疲れ様です、うん、あ、あとは細かいとこちょこっと拭いて終わりだな。あ、そうです、はい、あ、おい、綺麗になったな。もともと綺麗だけどさ、はい、あ、これあとコート材がパキッと乾いた時にどういう風になるか、まあ、今でももう鏡のような輝きなんだけど、あ、だいぶいいと思うな。 あとこれ明日のお昼だな、どのぐらいになってか見てみて食べる、はい、楽しみでございます、はい、まあ、無事明日は昼頃取り組むの、分かんない、電話くるの、電話くるのか、はい、まあね、今日も寒い中金ちゃん、はい、頑張って磨いておりました。はい、あ、よいしょ。いや、俺は今から行ってよ、ちょっといろいろ屋根固めなことあったらよ。はい、動画の方、なんだ、何やってんだ、なんだこれ、え、俺のセンチュリー。あ、ケンちゃんのセンチュリーだ。磨いとき。とりあえずね、はい、本日レクサスの新型来たんでね、はい、ケンちゃんにご依頼いただいて磨きバッチリ決めました。はい、あ、じゃあ明日のシャスの楽しみだな。はい、そういうことでまた磨きとかね、いろんな動画入りましたら皆様にお伝えしますので、はい、応援の方よろしくお願いします。はい、そういうことでまずは皆様よろしくお願い、グッドボタン、チャンネル登録よろしくね、バイバイ。しかしかっこいいな。え？エクサスかっこいい。はい、ああ、よし、じゃあまたね。はい。はいはい。